64は腕を膨らませるストレート。リーチは64の横強で突起打外力は波で隙は長め。下シフトをしても崖つかまりには届かない。プププ中央 M 撃墜は上シフトだし 65% 横 179% とバチバチ。デラックスから腕を払う攻撃に変更。発生や突起がヘリ全体マイナス 9F で連射力アップ。その分よくリーチはダウン。V 字に向けるぐらいで結構短い。終点無抵抗 M 撃墜は上 176% 横 193%。下がったが隙も減ったので妥当。X では隙の短さはそのままにリーチが増加し64波の長さに。さらに下シフトで崖つかまりにさせるようになる。下シフトは 15% の確率で転倒させるようになる。この世代から攻撃中腕が無敵になるため少し反省が強くなった。無 M 撃墜は上 148%、横 176%、下 194% と横で電車の上シフト並みに増加。大手は発生が 1F 遅くなり全体1にして 4F 増加。他はそのままなので十分強い。無 M 撃墜は上 164%、横 180%、下 198%。第2差1にしても上はだいぶ下がるが横と下は被害が少ない方。スペシャルでは発生が 2F 早くなり 7F に。威力は同様に下がっているがリーチが同様にさらにわずかに伸びており相当長い。無 M 撃墜は上下 192%、横 213%。上横は絶対体だけを狙える下シフトは強化なのがでかい。